こんにちは。今日は栃木県北部を流れ平成10年に大洪水を受けた与笹川を通して水害の怖さやそれを防ぐ方法、そして川の大切さや利用方法などについて考えてみましょう。今日は2人の小学生に参加してもらいました。僕は5年生の西里洋平です。私も5年生の戸爪美咲です。西里くんは川で遊んだことってある？ちっちゃい時に秋山川っていう川で遊んだことがあります。どんなことして遊んだの？綺麗な冷たい川の水で入って遊びました。そっか。戸爪さんは川についてどう思う？親からあんまり近くに行っては危険だって言われてたんで怖いところなんだなって思います。二人とも川について何か考えたことってあるかな？ない。そうだね。川はすぐそばを流れていてとっても身近なんだけど、言われてみると川についてって言ってもよくわからないよね。そこで今回は強い味方を紹介します。いや、みんな川を愛してるかい？よささ川のことなら私に何でも聞いていただきたい。何せ私はよささ川に生まれて以来この川と共に育ってきたようなもんじゃからな。博士にとってよささ川ってどんな川なんですか？そうじゃな。川は自然を育み美しくもあり、時には自然の厳しさもある。私にとっては両親みたいなもんじゃな。じゃあ今日は博士が育ったよささ川についてたくさん聞いちゃいましょうね。はい。博士、よささ川ってどんな川なんですか？おお、なかなかいい質問じゃよ。それではまずこの VTR から見てもらおうかな。栃木県にはいろんな川が流れており、県北を流れる与笹川はその一つなんじゃ。与笹川は那須連山や闇の山を源流とする中川水系の一つで、中川に合流した後茨城県を通り太平洋に流れ込んでいる。特徴は流れが速く、魚のアユが卵を産みに川を登ってきたり、ヤマメが生息するなどとっても自然が豊かな河川なのじゃ。アユ釣りが解禁になる6月になるとたくさんの人々が集まるんじゃよ。どうじゃ、自然豊かな川じゃろう。よささ川がなんとなく分かったかな？よささ川ってそんなに魚がいるんですか？そうじゃよ。しかしそれだけじゃないんだ。私たちに関わりがあるんですか？そうそう、私たちの生活に欠かせない飲み水などの水道水やお米を作る時などに使う農業用水もよささ川から取ってるんですって。つまり私たちの生活にはとっても重要っていうことだよね。それでは次の VTR を見てもらおうかな。川は魚が住む場所だけじゃなく、人間の暮らしにも大切な役割があるんじゃ。春になると田んぼに水を引くじゃろう。あれも川の水を利用しているんじゃ。その他にも川の水を引き込んで水の力で水車を回し発電に利用したり、川の水をきれいにして家庭で使う水道水を作ったりするんじゃ。川は私たちの暮らしにとっても役に立っているんじゃよ。